こんにちは、トメです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、落合博満さんのバッティングの理屈っていう本で、第4章ですね。下半身のメカニズムなんですけど、その中から、自分に合った足のスタンス、下半身の使い方を見つけてみようっていうところからお話ししたいと思います。皆さんね、自分に合ったスタンス幅どれぐらいかなとか、すり足にしようかな、足上げちゃおうかなって悩んだことありませんか？正直な話ね、僕はね、今でも絶賛悩み中ですし、去年の今頃の打ち方と今の打ち方で、またね、全然違うんですよね。それぐらい実はね、このスタンス幅とか悩ましいポイントだと思うんですけど、そこでね、さすが落合さん、自分に合ったスタイルというか、見つけ方っていうのを、このバッティングの理屈の第4章、下半身のメカニズムで教えてくださいます。僕はこんな感じでね、たまにバッティングの本を読んで、こうやってシェアする動画を作っていますので、もしよろしければチャンネル登録、ポチっていってください。早速ね、その皆さんに合ったスタンス幅の見つけ方っていうのを教えたいと思うんですけど、1時間でも2時間でも素振りをして、それで自分が楽なスイングになってきたら、それが自分の体力、体格に合ったスイングだっていうふうにおっしゃっています。厳しすぎますよ、落合さん。学生だったらね、それぐらいやってもいいんですけど、僕みたいなね、社会人とかいい大人だっていうふうに思うんですよね。まあ、でもね、逆に体力のない僕みたいな大人がやった方が、すぐにね、その境地にたどり着けるっていう可能性もあります。ってことで、ね、これが一応本当に落合さんのおすすめの見つけ方ってことなんですけど、こういうふうにもおっしゃってるんですよね。自分に合ったスタンスやすり足だったり足を上げるかとか、いろいろ悩むとは思うんですけど、基本的には自分の好きなようにしちゃっていいっていうふうにおっしゃってるんですよ。結局、スイングっていうのは体のね、この中心線で回転しなくちゃいけないので、このね、中心線で回転ができるのであれば、スタンス幅とか足上げるとかっていうのはもう何でもいいっていうふうにおっしゃってるんですよ。なので、自分が楽にできるスイングになった時に、まずね、体の中心線で回転できているか、その時のスタンス幅と、投手寄りの足のね、ステップの仕方、これがどうだったかによって、自分のね、理想のスタンス幅が分かるということになっています。おそらくね、狭すぎても広すぎても良くないっていう風に言う方もいらっしゃると思うんですけど、まずは体力を尽きるまでしっかりスイングをして、自分が楽なスイングができるようになってから、初めてね、そのスタンス幅っていうのが分かるものだと言います。ベイスターズとホークスにいた田村仁さんっていうね、超パワーヒッターの OB の選手がいるんですけど、その田村さんはね、若手の頃、落合さんの指導を受けていたみたいで、動画にも残ってたんですけどね、めちゃくちゃスイングさせられてました。で、次にですね、足を上げるかすり足にするかっていうところなんですけど、これも基本的には自分のフィーリングだったり、そのバッティングのスタイルによるっていうふうにおっしゃってるんですよね。で、ここでね、足を上げることについてのメリットを話すんですけど、やっぱりね、スイング全体により強くね、パワーを乗せることができるんですよ。なんですけどね、毎回同じように足を上げることっていうのは多分ね、不可能だと思うんですよ。そういう意味では安定性に欠けるっていうところでデメリットになるというふうにおっしゃっています。なので、パワー重視にするなら足を上げるっていう選択ができますし、安定性を求めるのであればすり足っていう選択ができると思うんですけど、ここでちょっとね、落合さんの観点を話すと、自分のフィーリングとか、そのバッティングのスタイルに任せていいんですけど、間の取り方がね、ちょっとうまくできない選手、または軸足に重心を置くのがちょっと苦手な選手は、足を上げることによってこの欠点がね、解消できるそうです。ここで一本足打法で有名な王貞治さん、実は間を取るのが苦手だったらしくて、当時のね、コーチの勧めもあって足を大きく上げるっていうフォームを取り入れたそうです。注目すべき点は、王さんの打席での構えで、肩幅よりもね、ちょっと狭いスタンスで構えてるんですよね。で、ここにね、足を上げるポイントがあって、ちょっと皆さんにも試してほしいんですけど、まずね、両足を揃えて立ちます。そしたら踏み込む足をゆっくりね、前に出してみてください。するとね、足を上げた瞬間から軸足側に体重が乗るのがわかると思います。そして上げた足を前に下ろすに従って、このね、重心もね、一緒に前に出ると思います。次にね、この踏み出す足を一歩前に出してから、そこから一歩前に踏み出そうとすると、体重がね、軸足の方にちゃんと乗らずに前のめりになってしまうんですよ。これがバッティングにも同じことが言えるということで、足を上げて打つ人は構えの時はね、スタンスを狭くするべきで、落合さんはね、もう両足ね、ピタリとつけてもいいというふうにおっしゃっています。この状態で足を上げたら、軸足にね、十分な体重が乗りますので、足を上げて打つタイプの方は、この王さんの打ち方、一本足打法が一番参考になるというふうにまで言っています。逆に足を上げたい打者が、スタンスをね、こうやって広く取ってしまうと、こうやって足を上げた時に、十分にね、この軸足に体重が乗れないんですよ。体がね、足を上げた時にどんどん投手寄りに前のめりになってしまって、パワーもね、ロスしやすくなります。なので、打つときにね、投手に倒れてしまう選手や、スタンスの幅を広く取りたいという選手は、すり足がおすすめということになります。足を上げたいか、すり足にしたいかっていうのは、自分のフィーリングを軸にして考えていいと思うんですけど、この考え方が根本にあると、どっちにしようかなっていうのが選びやすくなると思います。
僕ね、この章を読んでる時にね、一番最初に思い出したのがユーキリス選手ですね。こんな変わった打ち方をしていたメジャーリーガーの選手だったんですけど、一時期ね、楽天にいましたね。あとは日本の選手で言うと、ベイスターズのね、宮崎選手とか、すごいスタンスもぴったりですよね。ほとんど肩幅ぐらいしかなくて、ステップし始めても体重にしっかり乗せて打つっていうのが印象的だと思います。自分ももともとは肩幅ぐらいの構えだったんですけど、最近はね、ほぼ軸足に近づいてきましたね。まあね、無駄をね、少しでも減らせたらいいなと思って今の形になったんですけど、練習時間がね、ちょっと長かったりするとお尻がね、筋肉痛になるようになったんですよ。そういう意味ではね、やっぱりちゃんと軸足が使えてる証拠なのかなというふうに思います。他にもね、この第4章の下半身のメカニズムでは、バッターボックスの立ち位置で選手の特徴がわかるぞっていうね、そういう面白い内容もいっぱいありますので、興味がありましたらぜひ読んでみてください。こんな感じでバッティングのお話が大好きですので、もしよろしければチャンネル登録ポチっていってください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。